ません、本当に走り自体はもうちょっとまとめ上げられるかなっていうのはあったんですけども、まあでも後半の加速も良かったですし、走り自体は本当に悪くなかったですね。まあここからがスタートかなという感じなんで、まあこのままもっともっと上げていって、まあ最後は笑って終われるような夏にできればなという感じです。ハイペースになってもスローペースになってもラスト1周までためを作ろうということは考えていたので、まあその通りのレースはできたんですけど、ラストの上がりはまだまだだったんじゃないかなと思うので、まあそこでまあ勝ち切れたっていうのは良かったかなと思います。同じチームであってもやっぱりお互いライバルであったり、まあ友達でもあったりする部分で、まあ、レースが近づいてくるにつれて、まあ、同じチームでもそれぞれ孤独な戦いになっていってて、蓋を開けたらワンツーフィニッシュになっていたっていうところで、お互いがその孤独な怖い部分を制することができたので良かったかなと思います。明日からは少しフレッシュな気持ちでレースに臨めるかなと思うので、まあ、しんどい部分を今日超えられたっていう部分でプレッシャーのに解放された中で楽しめたらなと思います。標準が51秒35なので、やっぱりここの試合でタイム出さないと正直厳しいことは分かっているので、3秒0かって感じなので、正直すごい悔しいんですけど、でも優勝できたことは嬉しいです。今月末の試合がまだ控えているので、ちょっとそこでちゃんとポイントの方で世界選手権に行けるようにちょっと。レベルアップしなきゃなって思います。16m57 男子だんだん飛び決勝を1投目。